日向ご飯いただきます。このコーナーでは宮崎の食材の魅力を発信し、美味しく楽しく味わおうというコーナーです。さあ今回も先生をお呼びしております。日向市出身で管理栄養士そして料理研究家の黒木玲子先生です。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ4回目になりましたけれども、はい、今回はどんな食材を使ってどんな料理を作りますか？はい、地元のお肉とそれからお豆腐、うん、それから調味料を使って和風の麻婆豆腐をご紹介したいと思います。え、待ってください先生、麻婆豆腐って和風中華ですよね？中華ですよ ね、うん、普通ね。どういうことですか？はい、やりましょう。よくわからないけれど早速やってみましょ う。材料はこちらです。玲子先生、はい、改めて豚肉、こう夏になると疲れが取れる食材だなと思うんですけれども、どんな働きをする食材になるんですか？はい、豚肉はですね、タンパク質の代表的なものになります。うん、この中に豚肉は特にビタミン B1 という栄養素が含まれてて、この B1 っていうのはね、はい、私たち夏はほら麺類とかご飯とかたくさん食べたりするじゃないですか。うん、それがちゃんと最後まで消化吸収できなくなると疲れやすくなるんですよね。なるほど。でそれをカバーしてくれるのがこの豚肉に含まれているビタミン B1 です。ではまずは何から始めましょうか？はい、お肉に下味をつけましょう。あ、お肉に、はい、少しお肉1センチぐらい切ってます。はい、それにちょっとお塩と胡椒ね。はい、でお塩胡椒しなくてもいいんですけど、これしておくとね、この肉の旨味が閉じ込められて、うんうん、お料理仕上がった時に肉の旨味もしっかり感じられるんだわ。じゃあ素材そのもののまた美味しさが引き立つ作業ってことなんですね。そうですね、はい、なので必ずこうやって下味をつけておくっていうのがポイントになります。いっぺんに合わせていきますね。はい、はい、これが鶏ガラスープのものね。唯一これが調味料というか調味料かな、お砂糖ね。鶏ガラスープ、お砂糖を、そしてこれがお味噌です。お味噌が、はい、これ私が作ったお味噌、手作りのお味噌ですね。ね、はい、こちらが柚子胡椒ですね。これが柚子胡椒です。で柚子胡椒はね、ピリ辛度がいろいろあるので、はい、まあ、子供さんとかがいらっしゃったりするとちょっと あんまりピリピリしない方がいいかもしれないので、その時は加減してください。はい、一応今日は大人の味としてたっぷり入れますね。はい、はい、たっぷり入ってます。はい、そしてお水、お水、はい、そして最後にこれは何でしょう、みりんじゃないですかね。これだけの調味料をいっぺんにこう合わせておきます。じゃあ次は野菜を切っていきます。お、いよいよ野菜ですね。はい、いいかしら、私が切って、はい、長いかな、はい、こちらは何ですかね？ニラですね。このニラに含まれるね、この香りとかね、はい、成分がこの豚肉の中に含まれるビタミン B1 の吸収を良くするそうです。へ、これは白ネギです。はい、これはみじん切りにします。あ、みじん切りですか？はい、はい、どんな風にするんですか？はい、ここにちょっと筋を入れてね、こうやって筋を先に入れて、うんうん、これで切っていきます。はい、そのままの、うん、そのまま切るとみじん切りになっちゃうね。これは簡単ですね。うん、次ニンニクですね。ニンニクをみじん切りにします。これも普通のニンニクね。ニンニクの切れ目を入れるんですか？はい、はい、これ芯がないからもうこのまま切りましょう。あ、芯があったらやっぱりちょっと苦味があるのよね。あ、そうなんですね。芯がない方が新鮮なんですか？うん、もう青いっていうことは成長してるっていうことよね。うん、次のためにね、
ではお豆腐を湯がいていきます。お、やっぱり麻婆豆腐ですからね、はい、こちらもメインになってきますよね。そうですね、はい、ここでワンポイント、お豆腐が入るくらいの熱湯を沸かしてください。そこに、お塩を入れます。え、どうしてお塩を入れるんですか。はい、お塩を入れることで、はい、このお豆腐が締まります、うん、そしたら麻婆豆腐にするときに壊れにくい。へー、それともう一つ、ちょっとこう薄い塩味がつくからちょっとうまくなる。塩味がつくということはこのお豆腐の中の甘みが出るということよ。あ、そうなんですか。はい、お豆腐が茹で上がりました。はい、リオザンヌにあげてもらおうかな。あ、私ですか。ここで私の出番。はい、わかりました。あなたなら大丈夫。ありがとうございます。お願いします。エールいただきました。はい、このすくうときポイントはありますか。ね、優しく崩れないように。でも少々崩れても OK よ。わかりました、はい、頑張ります。はい、はい、でこうやって少し鍋を傾けるといいよね。しっかり水を、はい、しっかり水を切って、はい、よいしょ。おー、いいね。あ、いいですか。うん、ありがとうございます。ほらほらほら、いいね。褒められると照れますね。では最後の仕上げに参りましょう。最後の仕上げですね。はい、楽しい仕上げにいきます。はい、はい、まずフライパンを熱してニンニクをちょっと炒めます、はい、焦げるから気をつけてね、弱火で。でそこにお肉を入れて炒めます、うん、炒まって色が変わったらニラを入れます。でちょっと揚げます。で揚げた同じフライパンにこのタレを入れるんですけど、すすってきたらお肉とお豆腐を入れて最後にとろみをつけて出来上がりです。じゃあ火を止めてこれを入れます。それは何ですか。片栗、水溶き片栗粉です。水溶き片栗粉、はい、大さじ1と大さじ2に片栗粉大さじ2にお水大さじ2の同量の割合で溶いています。これは入れるとき何かポイントがあるんですか。はい、火を止めてから入れてください。はい、で一度に入れないね。一度に入れない、うん、でこう入れてから火をつける。入れた後はちょっとよく混ぜる。もうちょっと入れましょうか。はい、よく混ぜます。それでは日向ご飯いただきます。いやー、すごくこのニラの緑と柚子胡椒のほんのり赤さがまたカラフルでいいですね。すごい食欲そそられる香りです。いただきます。うん、おいしい。普通のあの中華の調味料を使ったのとどうですか。また全然違っていいですね。あの、私和風って聞いててもうちょっと優しい味なのかなと思ったんですけれども、結構柚子胡椒がパンチ効いててしっかり食べ応えがあるので、こう食欲がそそられてご飯と一緒に食べたくなっちゃいました。あ、そうですね。はい、また豆腐も柔らかいしお肉も柔らかいんですけど、このニラのシャキシャキ感がいいですね。食感も楽しくて美味しいです。はい、柚子胡椒はほらお豆腐にちょっとつけたりとか鍋にしたりするけど、こういう使い方でも大丈夫ですよね。うん、なんかこんな風にアレンジができるんだっていう新しい学びになりました。うん、残さず、買ったものは残さず全部使える。残さずね。はい、いや、お家にあるものでも簡単に作れるということで、うん、皆さんこの和風麻婆豆腐ぜひ作ってみてください。
皆さんもどうぞ召し上がれ。